おはようございます。今日は7月2日金曜日、ベストボディジャパンまであと2日になりました。昨日なんですけど、12時に布団に入って寝ようとしたんですけど、結局3時半まで寝れなくて、今10時過ぎに起きました。いやー、ちょっと早く起きる癖をつけないといけないんで、ちょっとやばいですね。今日は早く寝れるといいな。ウォーキング行きます。今ウォーキングから帰ってきて、ご飯食べるんですけど、もうちょっと今日予定がキツキツで、もうすぐジムに行って、ちょっとジム後のウォーキングもできるか分かんないぐらいなんで、ちょっともうパッて食べて、プレワークアウトでドライキー食べます。であと BCA 飲みます。で多分もう今日のトレーニングの動画は撮れないです。最後の足トレ、あと肩と腹筋やって終わりです。気合い入れて行ってきます。はい、今トレーニングから帰ってきてご飯食べます。ザルそばとローストビーフ。もう時間がないんで、多分2時から予定あるんですけど、多分遅刻っすね。急いで食べていきます。すいません、遅れました。フィンランド方面の3階段の記事の総理というところで、仏教に関する美術作品の様式は様々でありますが、授業終わって今から完食でサラダチキンとバナナ1本食べて家に帰ります。はい、今学校から歩いて40分かけて帰ってます。5時半からインターネットの回線の業者さんが来るんで、ちょっと急ぎ目に今もう5時20分だと15分ぐらいかかるんですけど、急いで帰ります。大変そう。はい、今からご飯を食べます。ご飯 100g と、サラダチキン、88キロカロリーのサラダチキンとブロッコリーとキムチと納豆とメカブを食べます。いただきます。はい、今友達に2時間ぐらいかけて全身の毛を剃ってもらいました。ありがとう。おうらしいです。はい、今から最後の食事を取ります。ご飯が 100g と、今日3個目のサラダチキンと、あとつぶ貝と、ほうれん草とパプリカを食べます。いただきます。いただきます。